はい、こんにちは、団長です。今日は2020年9月の12日土曜日ですね、今時刻は19時を回ろうとしたところです。はい、今日もいつもの通り団長ニュースをお送りしていきたいと思います。はい、まずは日経平均です。はい、11日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し、前日比171円ですね、高の 23,406 円49銭と、昨日、今日の高値圏で終えたと。ということで、高値圏で終えたということですね。朝方は前日の米国株安を受けた売りが先行したが、次第に国内の経済活動再開の期待が強まり、新型コロナウイルス感染拡大の影響が強かった内需株を中心に買いが広がったということですが、はい、チャートの方を見ていきますと、そうですね、大きな上昇でした。で、今はまだですね、このボックスの中にですね、まだいるような感じかなと団長は考えてますが、やはり、移動平均線で見ますと、下から紫、青、緑、赤のパンパカパンになってますので、一気に暴落していくということではないかなと思います。やはりですね、この2万3000がずっと強いですね。2万3000を割らないところで、ほぼ株価が推移してきているというような印象を受けております。来週はですね、週足見てみますと、はい、週足こういった形ですね。週足見てみますと、これですね、先週、先々週がヒゲだったところを実体で来てますので、もう一つ一段上にですね、上昇していってくれるかなとも考えております。はい、ということで今日は引き続き上昇していくような銘柄を中心に、個別銘柄ですね、ピックアップしていきたいと思います。はい、では早速個別銘柄行く前なんですが、団長ニュースの方ですね、再生回数非常に伸びております。本当に毎日見ていただける方、本当にありがとうございます。まだですね、チャンネル登録されてないような方がいらっしゃるようであれば、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。本当にチャンネル登録者数増えますと団長のモチベーションになりますので、何卒よろしくお願いします。はい、では早速個別銘柄の方行ってみましょう。はい、最初の銘柄です。最初の銘柄はブリヂストンですね。ブリヂストンは以前の団長ニュースでも取り上げさせていただいたと思います。このあたりでしたね、確か、すごい3密状態になってきているということでご案内したかと思います。でですね、団長はこの日ですね、この日の場中に、この紫青の上に抜けて3400円抜けたので、ここで、実はエントリーしました。で、この次の日見ますと1回陽線なんですが下がって、ここは我慢できますね。まだ緑の価格にサポートされている形で、その次の日がこういった形ですね、という形でトントンと上がっていっているというような状況を見せています。週足見てみましょう。はい、週足で見ますと、下から数えて 1,2,3,4,5,6,7 週ということですね。今気になる点はこの3500円の価格の節目ですね。価格の節目でもしかしたら、再度下がっていってしまうということを警戒したいと思います。上の紫青はまだだいぶ上にいますので、ここはもう少し上がってからまた再度下がってくるかなと考えております。はい、日足です。ということで、今の状況ですね、こちらは紫青を抜けて赤が上昇してきたという形になってますので、まもなくパンパカパンになってくれればなと考えています。パンパカパンになると非常に強いような相場展開になってくるかなと思います。ちょっと引きで見てみましょう。はい、団長ですね、これショートカット使ってますので、こちらはまた別の動画でご紹介してます。ご参考ください。引きで見てみますと、下がって上がったんですが、もう一度下がって、ここですね、下ね、切り上げというところで上昇してきてくれているという形になってますので、やはりですね、これは順調に上がっていってくれるかなとも考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄はオリックスですね。オリックスも先週の週末の団長ニュースでこのあたりでおそらくご紹介したと思います。この日ですね、下半身つきました。下から見ると緑、青、紫、赤という形になっているんですが、ここもかなり移動平均線が集中していると。で、ここで下半身つけましたので、ここはエントリータイミングだったと思いますね。で、この後でここから打診売りを、打診、はい、ということでここから打診買いをすると、この後上昇しますね。で、こんな形で上昇していたという形になってますので、今下から数えて、1,2,3,4,5,6,7,8 ということですね。あともう1日、9のところまで行くと、一旦上昇は終わるかなと思いますが、なんとなく見てると強い調子ですね。週足見てみましょう。
はい、週足です。うん、いい形ですね。週足で見ますと緑と赤がしっかりサポートしてくれているという局面になってますね。ここの上昇ですね、この上昇は1回青をトライしました。で、次もこれダブル底になってますので、もう少し上昇していってくれるかなとも考えております。はい、日足に戻りました。ということで今このあたりですね、実際に移動平均線がないような状態でレジスタンスラインがありませんので、引き続きですねこれ伸びていくかなとも考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄はアルプス電機ですね。アルプス電機はここですね、今パンパカパンの状態になってます。下から紫、青、緑、赤ですね。で、この銘柄はですね、これ赤の移動平均線ですね。ちょっとローソク足消してみましょう。はい。はい、ローソク足消してみました。こういう形で見ますと、赤がうねった状態でまだ上昇してるんですね。で、ここですね、かなり緑と赤近づいたんですが、ここでもう一度分かれようとしてくれてます。ということで、この形の曲線をこのまま描いてくれれば、ここはもう一上げですね。もう一上げしてくるかなとも考えております。はい、こういった形ですね。300日線出してみましょう。300日線ここですね。300日線を出してみますと、ここで一旦ブロックされてますね。やはり厚い300日線がいますので、この局面ですね、今度は抜けてくるかどうかっていうところが、勝負ポイントになってくるかと思っています。はい、引きの形で見るとこういう形ですね。下から紫、青、緑、赤のパンパカパンでうねりながら少しずつ上昇してきているというところですね。この300日線を超えるかどうかというところですね。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄はリクルートですね。リクルートは非常に強い調子で上がってきました。先週の時点でですね、金曜日の時点はこのあたりですね、ちょっと横張ってきたかなと思ったんですが、今週はすごい調子が良かったですね。陽線、陽線、ここちょっと並んでますね。で、この並びを抜けると強いかなと思ってたんですが、やはり抜けた後が強かったという形になってますね。今この横ばいからの抜けの下半身、ここがですね、ここ下半身ですね、下半身成立ということでしっかり上げてきてくれたかなと考えております。はい、週足に見てみましょう。はい、週足ですね。週足で見てみますと、この前の高値ですね、軽く超えて一気に上昇してきているという形になってますので、これは下値切り上げ切り上げなので、まだ上昇トレンドの中に、週足でも見ても、入っているかなと考えております。前の高値がコロナショック前ですね、2020年の2月の21日の週が高値になってますので、リクルートも4500円までトライしていくかなとも考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄はパーク24ですね。パーク24のいいところはですね、ここを底値として一旦ずっと上昇してます。で、一度このあたりですね、8月の31日ここを起点として一旦下げてきてはいたんですが、これですね、強い陽線が出ました。ここは移動平均線だけ見てみましょう。ローソク足で消してみます。はい、ローソク足を消してですね、見ると見やすいんですが、下からずっと赤が上昇して一旦横ばって下げに入ったんですが、もう一度ここですね、カクッと上向いてると、この形が日大ですね。日大の形に今にもなろうかとしてますので、ここからの上昇がですね、非常に強いことを、期待できるような上げになってくるかと思います。週足で見てみましょう。はい、週足ですね。週足で見るといいポイントとしては、下から赤と緑ですね、5日周線と20日周線がしっかりサポートしてきてくれているという形を描いてますので、これは引き続きですね、一気に下落するトレンドにはならないかなと考えております。はい、日足戻りましょう。はい、日足です。ということで、パーク24は金曜日ですね、金曜日の時点で非常に大きな陽線つけましたので、前の高値のここですね、これを抜けてくると引き続き非常に強いような相場になってくるかなと、相場先生の日大の形を形成するかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は小野薬品ですね。小野薬品は下から紫、青、赤、緑という形で、今は一旦パンパカパンが崩れたというような局面になってます。で、これは再度陽線つけましたので、この前の高値ですね、高値が3349円、このあたりまで上昇するか、再度ここまで行かずにトライ届かずでパンパカパン崩れて一気に下落していくか、というような局面になっていると思います。週足で見てみましょう。
はい、こちら週足ですね。週足で見てみますと、このあたりヒゲが続いているという形で、なんとなくそろそろ天井かなとも思えるような形になってきてます。はい、日足戻りました。ということで、小野薬品は下半身を形成したんですが、この前の高値ですね、非常に意識されると思いますので、トライ届かずで下げになってしまうのか、前の高値を抜けて一気に再度上昇して、パンパカパンになっていくかというところが見どころかなと思い考えております。はい、以上今日は、日経平均が強い中で、さらなるですね、上昇を目指していくような、期待のできる銘柄をピックアップさせていただきました。明日ですね、日曜日になるんですが、逆に、この上昇局面の中でも、下落を開始しているような、下げ目線、売り目線で見れるような銘柄を、個別でピックアップしていきたいと考えておりますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、いつも最後までご視聴いただいている方、本当にありがとうございます。団長、これからも頑張りますので、ぜひ引き続きご視聴ください。最後までご視聴ありがとうございました。